はい、どうも山田さんです。ちょっと今回ね、緊急事態が発生しました。なぜかというとね、昨日チキンラーメンを食べようと思いまして、さっき起きたんですけど、びっくりしますね。やっぱね、お酒飲んでたんで、これはしんどいことなってるわ。これしんどいことなってんね。これやってるやん、これ。やってもうた、これ。伸びきっちゃいましたね。で、これもうどうにもならない。本当に。もう食えないんですよ。なので、ちょっとね、料理にね、したいと思います。本当に。やってもうた、思って。このまま捨てるわけにいかないんで、とりあえずこれね、伸びきってもうてるん。しかもあの、こまいね、あの、チキンラーメンのやつやから、そんなに量はないんですよ。とりあえずね、こう、取っといてね。水気を、取らなければならない。かなりちょっと問題なんですけど。これね、こう、水気を切って。で、これ捨てます、一回。で、まあ、こんな感じ。で、まあ、入れる。ね、潰していきましょう。まあ、軽くでいいんでね。潰していく感じ。ちょ、やりにくいな。まあ、こんな、ハサミでも何でもいいですわ。こんな感じで。いや、昨日、ほんまにやってもうたな。飲みすぎちゃったんで、ちょっとだけチキンラーメン食おう思ってね。入れたらね、忘れてました。何をしてねんと。よいしょ。はい。そしたらここにね、片栗粉をね、ぶち込んでいきます。まあ、大さじ1あったらいいかな。これぐらいかな。これぐらいか。どれぐらいだよ、1って。これぐらいかな。これぐらいでいいか。はい、OK、OK。でね、混ぜましょう。混ぜましょう。もうふやけてもうてもんね。これでちょっと固めていく作業に移っていきます。なかなか大変なんですけどね。これ固まるかな。これぐらいで位置あったかな。もうちょっと入れた方がいいかな。まあ、うまいこといくやろ。これぐらいでもちょっと心配やな。もうちょっと気持ちいいよ。もうちょっと気持ちいい。で、これ焼いていきます。もう焼いていって、ちょっとあのね、生地を作る感じ。うん、もうこのままあのままね、ラーメンしか食えないんで、生地にしてね、お好み焼き風にしていこうかなと思っています。はい、素焼きしてね、焼いてもいいんですけど、もう麺のね、食感が多分しんどいと思うんで、こんな感じでできましたね。で、フライパンを用意します。よいしょ、よいしょ。で、油引きましょうか。よいしょ。ちょっと気持ち多めで、こんな感じかな。大きさもほんまに人それぞれでいいんで、もう何でもいいです。まあ、正直焼けたらいいって感じかな。お好み焼きはね、ちょっとふんわりした方がいいかなって今一瞬思ったりしたんですよ。まあ、そのできるんかなって感じなんですけど、とりあえずね、やってみましょう。でね、こんな感じ。もう入れていきます。結構量がね、思った以上にあるから、こんな感じかな。よいしょ、よいしょ。で、これ形を整えていきましょうか。まあ、片栗粉入れてたからね、まあ、多分普通に固まりやすいと思う。もう見た感じ固まりやすくなってるから。だからこんな感じで、固めていったら。まあ、なんか別に生でも問題ないんですよ。もうこれ麺なんで、もう。ふやかしてる麺やから、
生とかクスでも何でもないんですよね、正直。だからこう焼いていくだけ、あとは。まあ生地もね、ハサミで切ってるんで、まあまあ全然、いい感じになるかなと思うんですけど、キャベツ入れてよかったね、お好み焼きにするんやったら。まあお好み焼き風でいいかなと思っております。なんか手間ですもんね、野菜とか切ったりするのを。やるのが大変なので、もう、しかもこれもしかしたら麺ね、まあチキンラーメンなんですけど、もともとね、これ麺伸びてるけど、味はね、鶏ガラがついてると思いますわ。よくよく考えたら。だからね、結構いい感じになるんじゃないかなと思ってるんですけど、これはね、ヘラで返すか、僕の技術を持ってフライパンでひっくり返すかっていうのをね、今めちゃくちゃ考えてて、正直ね、何でもいいんですよ。はい。だからね、ひっくり返してやりますよ。いきますね。ありがとう。ありがとう。よっしゃ、で固めていこうか。まあまあまあ、普通にうまいんちゃうんかな。すいません、鼻詰まりです。すいません。ちょっとね、花粉症なんかな、ちょっと分からへんねんけど、なんか鼻の調子がおかしいんですよね。この時にちょっとごま油垂らしてもいいかもしれへんな。ごま油垂らしてみようかね、ちょっとだけ。いい感じになりそう。あ、入れすぎたもんね。で、ちょっと、下に引いていこうか。お、いい感じ。いいんじゃない。こんな感じでね。あ、おいしそう。まあ簡単にするならこれが一番なんちゃうんかな。本当にかなりいい感じに、焼きすぎぐらいもちょうどいいかなと思ってますね、正直。だからね、まあ、あの焼き加減はもうほんまにお好みでやってくれたらいいと思う。もう一回チャレンジしなあかんね、フライパンチャレンジ。もう簡単よ、もう俺の手にかかったら。はい、温めていきましょう。センサーが反応するからね、あんまり焼かれへんねんな。カリッカリにするのもいいと思うんですけどね、正直。本当にいいと思う、美味しいと思う。この音いいですね。うん。まあ、こんなんでいいか。ね。こんなんでいいでしょう。お皿出して、よいしょ。はいよ。そうなんだね。お好み焼きソースがなかったわ。なかったから。クリームね。型うま。加藤部さんあったんだ。やっぱね、お好み焼きするんやったら。あ、いい感じ。あ、いい感じやね。で、やっぱね、これ、とりあえずパセリ。うん、緑ね。お好み焼き、緑っぽくしたら美味しい説が流れてるんで。オッケー、できました。それで食べていきましょう。まあ見た目はね、完全にお好み焼きですね。完全にお好み焼き仕上がってますね。いいですね。あ、触った感じがね、すっごいもちもちしてる感じやわ。もちもち感が半端ないですね。
よいしょ。もうちょっと細かく切った方が切りやすいかもしれへん。取りやすいんかな、お好み焼きした時に。まあ、断面がこんな感じ。ほんまにやっぱり焼きそばラーメンやね。こんな感じ。いただきます。ちょっと待って、めっちゃうまいやん。ちょっと待って、このもちもち感半端ないな。味付けはね、確実に美味しい味付けなんで、そうなんです。もちもち感、これ最強やね。やっば、むっちゃうまい。ちょっと正直、普通のお好み焼きするより美味しいんちゃうんかな。断面図とかも見た目、これは本当にあった方がいいかもしれへん。まあ麺をわざわざ伸ばすことないと思うんですよ。だからなかなかこれを作るのは難しいと思うんですけど、ぜひとも作ってみてください。もうお酒飲みの方は必ず麺が伸びた時、次の日やってもうた。で、逆にね、夜ね、ラーメン食ってて、お腹いっぱいやって方はね、もうそれをザラに移して、汁気切っといて、これ作ってもいいと思う。なのでね、ぜひね、やってみてください。少しでもいいと思ったらね、グッドボタン、よろしくお願いします。それではまた。